そういえば彼女来ていませんね。今日くらいは来るかと思ったんですが。そういやあれから見てねっすね。あいつ元気なんすか？きっとっつうことはお前も会ってねえな。ま、元気でやってりゃいいけどな。けどマジな話、最後くらい面見せりゃいいと思うんすけどね。始まるよ。続いて気象情報です。今日は一日気持ちよく晴れましたが、明日以降どうでしょうか。現場の久住さん。どうも、久住真理子です。昨日までずっと雨ばっかでした。なので今日から晴れにしました。まあこんだけ降ったし、この夏はもう水困んないでしょ。つうか彼が来てるのに雨とかありえないんで、この先しばらく晴らします。くすみさん、くすみさん落ち着いて。あ、でも暑かったら降らすんで。雨適当にすぐ行ってくれたらいいと思います、彼なら。これ言ってなかったね、君に。あいつあれからちょいちょい来てんすよ。姉妹にこんな有名になっちまって。てか短期間で人気出すぎなのよ。てか局の扱いどうなってんのよ。てか名前ひねりなさすぎだし。このお姉さんが明日のお天気決めるんでしょ。お姉さんが晴れって言うと晴れるよ。この子の場合はどうなんだろう、それ。久住さん、ありがとうございました。ではいつものどうぞ。あー、はいはい。その前に指針ね。私元気でやってます。あのね、大好きだよ。はあ、今のって公共の電波で、愛の告白。こりゃ苦情殺到だろうな。ったく、最近の若いやつはよくやるぜ。そういや、お前と同じ名前か。お前もそんくらいモテりゃいいな。それじゃあ明日も頑張ってねっと。頑張ってねっと。近頃よく見るな、この予報士。応援されると不思議とやる気が出るとか、その若い連中も言ってやがった。確かにそんな気はするな。まあ妙な霧も晴れて久しいし、天気情報にかじりつくこともなくなったがな。でも最近すごいんだよ。町の人たちがみんなやる気出してるっていうか。そうそう、なんかみんなやるぞってなってるよね。確かにそうだな。街歩いても去年みたいな陰気さがないのは感じる。僕が来た頃より皆さん前向きですよね。人ってのは変わっていけるってことだ。ま、変わっちまえるってことでもあるが、それも考え方一つだ。妙な霧が晴れて町の連中も気づいたんだろう。
結局は目を開けてた方が明るいってことにな。見たくないもんは山ほどある。人間は汚えなと思うこともな。けど目が開いてなきゃ隣にいる大事なやつもよく見えん。そんなんでどうやって幸せになれる。結局は前見て歩くしかないってことだ。余計なこと言っちまったな。思ったより酒。そうだ、ナノコ。こいつが帰ってきたら。里中には無理だな。無理くま。あんたね。言ってくれれば私も作ってきたのに。マジ勘弁してください。何をバカ。私だってやれば。あのね、なるほどな。いいな。よっしゃ。ではせーの。ご無沙汰する先輩。幹事おかえりだってば。